皆さんこんにちは、チャラズクッキングの時間です。本日はですね、ちょっと第2弾に分けて2つに分けて、今日はお話ししたいなと思います。1つ目というかですね、今回コストコに行ってきました。コストコがね、僕らが住んでるところからもう30分も車でかからないところにあります。そこで今日は、いろんなものを調達して、僕がおすすめのものを一つで、もう一つは初めて買うものをトライしたいと思います。で、まず今日は初めてトライするということで、こちらです。じゃじゃーん、ステーキ、牛肉、肩ロース塊を買いました。ちょっとね、今肉とかちょっと糖質を抑えていきたいなっていうことで、肉をちょっとメイン、肉魚をメインに食べていきたいなと思ってるんで、今日はこれを買いました。なので今から超シンプルなんですけど、このステーキをね、作って食べたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ウォーオン。はい、じゃあ今からこれを切りたいと思います。どうやって切ろうね、このでっかいの。くぅーくぅー、大きい大きいよ。うわー、すげー。結構ね、筋とかもあるんでね、どうしようかなと思ってます。結構な量でした。ちょっとこれをね、小分けしてサランラップに入れたりして、今日焼く分はやりたいなと思います。はい、では今日はちょっとね、小さいサイズになりますけど、こんな感じでこれを塩コショウを振ります。塩コショウ、本当はね、ブラックペッパーがいいんですけど、ちょっと今なくて、塩コショウをね振って、味をつけて、今日もね、バーミキュラで、ちょっとしたいと思います。これを両面ね、やります。では肉入れます。ここで火つけます。で、弱火でいきます。では反対に裏返します。ではね、ちょっといい感じになってきたんで、今度バター入れます。はい、皆さん、できました。今日はちょっとね、緑の野菜がないんですけども、超シンプルにいきます。チャラのコストコステーキ、いきましょう。それでは実食いきたいと思います。いただきます。見てください、ここにね、ちょっとね、能登の塩もやってみてます。で、ちょっとね、真ん中からいきます。ジューシー。で、うまっ、すごいジューシー。やっぱこのアメリカ産っていうこともあって、結構歯ごたえもあるんですけど、僕この肉すごい好きで、おいしい。すごいなんか、塩だけ食べてるんですよ。肉そのものの味が本当に味わえる。これはうまいぞ。これはうまい。結構ね、グラムあたりにすると128円ということで、かなり安い、価格になってます。で、結構ドーンとね、大きいんで、一人の方とかはね、なかなか難しいんで、皆さんとシェアしていかないといけないと思うんですけども、でもね、これは本当食べる価値が本当にあると思いますので、
ぜひ試してみてください。またね、次はね、違うものを紹介したいなと思いますので、よろしくお願いします。ぜひこれからもチャラチャンネルの登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまたねー。